東京で電気自動車の F1 と言われる E1 レースを開催することになったっていうことが、まあ、言われてるんですけれども、大阪でも溝端さんという元観光庁長官ですけれども、大阪の理事長かな、あのイベントのなんかをやってるが F1 を招致すると言い出したんですね。これはあの私非常にあの興味のある記事ですけれども、はっきり言いますと無理ですね。もう F1 に招致しようと思えばめちゃくちゃ高いですよ。そんなの何十億何百億かかって道路整理して整備して やろうと思ったらできないですよ。これはね、これ小林さんこの辺ご存知ですか、自動車。いや詳しいことは分かんない、はい、今ニュースで僕も知ったぐらいで、はいはい、ただ玉木さんおっしゃったように、はい、なんか大阪の人は何ですかね、なんか時代を先行ってるのか後行ってるのか分かんないけどもうそんなお金のかかるイベントを日本に呼んでこようっていうセンスは今ちょっとない時代になってんじゃないかと思うんですけど大好きなんですかね、そういうの。そうですよね、もうなんか万博をやめることの方を真剣に考えた方がいいんじゃないかというふうに私も言いたくもなりますし、ただあの東京のその E1 レースなんかも電気自動車っていうのは私気になってましてね、うん、電気自動車があの何と言いますか、あの環境に優しいっていうのはこれ嘘じゃないかと思うんですけどな、あのバッテリーあとどうするんですかね、ものすごい量のバッテリー、これが誰に聞いてもねきちんとした答え言ってくれないんですよ。これ大隅さんご存知ですか、なんか。いやいや、よく知りませんけど、でもまあ、あの、バッテリーに充電するのも、あの、石炭燃やした電気かもしれないですよね。そう。ただ、あの、その、走らせるときには確かに CO2 は出ないかもしれないけど、はいはいはい、それを動かすエネルギーはやっぱり CO2 で作られてるんじゃ、どうなのかなっていう感じはするんですけどね。そうですね。そこら辺よくわからないですけど、うん、私も以前、あの、北海道の小樽で F1 をやろうと。いう運動を起こしたことが起こした人と協力したことがありまして、中島悟さんなんかに来てもらったりして、こういろいろイベントパネルディスカッションとかをやってね、小樽であの やったらいいですよね、お寿司食いながら、見ることもできるし、でマカオだし、それからあのモナコだし、小樽だし、世界三大都市型レースとなるとみんな3文字ですからね、小樽の F1 はいいんじゃないかと言ってやろうとして警察に行ったらすごかったですね、警察の人の意見が。いいですね、いいですよ、やってくれてくれても、でもあの信号と標識守ってくださいねって言われたんですよ。これは参ったですね、本当に全く根回しも何もクソもないというので終わったことがありました。さて大阪はどんな風に、まさか大阪府警が信号も守ってくださいなよっては言わないでしょうし、まあ東京の E1 は信号も守らなくてもよかったらしいですけれどもね。どうですか小林さん、自動車レース賛成ですか反対ですか。いやなんかますますなんかスポーツっていうのがどうなっていくのか、まあ僕が言うのもなんですけど分からなくなってきますよね。まあつい最近中島悟さんにインタビューさせていただいてね、あそうですか、中島さんがその不安にかける思いとか、はい、あの時日本にとって中島さんが世界に出ていくっていうのは日本企業も一緒に世界に出ていくみたいな、ね、そう、はい、そう今大谷選手は自分だけ1000億って、まあ、日本企業もありますけども、はい、なんかあのワールドワイドになりすぎちゃって、うん、別に日本企業が大谷と一緒に世界出ようみたいな感じでもないし、ね、なんかすごく時代が変わってる中で本当にスポーツをどうやったら生かしていけるのかっていうのがちょっと見えなくなってますね。そうですね、世界による今の本当小林さんの意見その通りですね。こう大隅さんもその辺思われてるんじゃないですか。日本そうですね、うんはい、ちょっとまあ今の話はなるほどなと思って聞いてたぐらいなんですけど、F1 最近新しくやったところは例えば、まあ、バーレーンがやって、カタールがやって、サウジアラビアがやってっていうようなことですよね、はい、やっぱり本当にお金がかかるものを
大阪はどこからひねり出してくるのかなっていうのはとっても興味ありますね。そうですよ。もういや今の意見素晴らしい意見だと思います。本当私もお金どっからひねり出してくるのかっていうのは思いたいと思いますね。ただ小林さんの言われた企業も海外に飛躍していた時っていうのは非常に引っかかりましたね。私はパナソニックもそうでしたね。やっぱりあれは日本ではナショナルと呼ばれていた会社がパナソニックと名を変えて世界に飛び出した時に、その前に飛び出していた企業がソニーと言いましたね。ですからパナソニックということはソニーの親会社がという名前をつけたんですね。こうそれを補導しながら世界に飛び出す企業とかもう必死だったわけですけど、今日本にそういうなんか企みをやる人もなくなってきたな。これパナソニックご存知でした小林さん？いや今なるほどと思いました。こういう実は私の家が電気屋で、あのナショナルが海外に行くときどういう名前がいいかって募集したんですよ。そしたらそこで一番最初に出てきたのがカドマックスでしたね。本社カドマですから。でかそれがアメリカの、広告代理店がそんな名前じゃダメだって言うんでパナソニックって言ってきて、誰もその意味が分からなかったのが、そのソニーの親会社に錯覚されるだろうということだったんですが、これ、大住さんなかなかいい作戦でしょこれ。あ、素晴らしいですね。